水泳よ。そろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏の迅速なる討伐、それが信長様の命だ。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。魔王の爪か、どれだけ鋭いか試してやる。尾張へ届け、明智様金星クロノロス。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を断たないと。あなたがいくらまだこうと、織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。消し止められただと。勝家、早く黄泉ののろしを出さぬか。上領団、先遣隊の到着です。助かったわ。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。砂だ、砂をかぶせ。今以上の煙をたかれては命取りよ。私より先に行ったか。そうか、それはよかった。これだけ炊けば必ずや。本体も覚えてくれよ。陣ってさ、そんなにあっさり取れるもんなかったな。かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。亡者の群れの総統か。確かに私向きの役目だ。肝心な時ほど男子は役に立ちませんね。まったく、私が地頭である限り井伊家は滅びない。分かったか。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。勝家、見えるのか、この惨状が。貴様に見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。その門が、あなたにとっての獄門となるだろう。形だけでもしておくべきか。勝家よ、貴様は一体何を考えている。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったか。だと、死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに。今よ、先よ、行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。